おはようございます。呉宮原高等学校2年5組畠山拓海です。 RCC スクール広島中高生ニュース。呉市にある2024年創立100周年を迎える呉宮原高校のフィールドワークを紹介します。ここ呉宮原高校では呉を知り探求する心を身につけるためにフィールドワークを行っています。今回は1年生が探求する都をサーチという活動で海上自衛隊さんにお邪魔させていただく模様をお届けします。外国船籍の船が入った時に威を保てるような作りになっています。誰かがね、この国を守らなければいけないんです。それが自衛隊の仕事です。いっぱいついていると思います。はい、どんな意味があるんですか。日本の船を守ったりとか任務をいろいろしてきました。彰子って言って表彰状みたいなのねくれるんですよ。都をサーチという活動についてどうお考えですか。せっかく自分たちの町について学べる授業があるので積極的に学んでいきたいと思いました。宮原高校からも見えるこの景色で何が行われているかなど船ではないこの地に足をつけた場所で行われている仕事について知れてとてもびっくりしたことがいっぱいあります。以上、呉宮原高校からでした。